はい、おはようございます、まあ、ここ今島根県の浜田駅なんですけど、これね、まあ前回の原付の旅がこの隣の豪津、三彦豪津っていう道の駅の辺で終わったんで、近くの浜田っていうところから再スタートしたいと思います。で、新しく、はい、買ったバイクがこちらになります。じゃーん、どうすか、ホンダのズーマーっていう原付なんですけど、キーナンバーで、まあ、ここに一つカバンをつけて、中に飲み物と撮影機材と、あ、まあ、チョコチップクッキーが入ってる感じですね。ああ、警察署だったわ。ドンチッチ交番。ドンチッチ交番ですよ。舐めたんかい。あ、舐めてない、すいません。まあ、という感じで、まあ、この浜田駅ドンチッチ交番前からスタートしたいと思います。頑張ります。今回はね、山口県回って広島に帰る感じです。頑張ります。出発。黄色ナンバーになったんでね、2段階右折はもうないんで、そこだけ楽ですね。スピードは出ないんですけど、相変わらず始まったばっかりなんですけど、唯一忘れたものがあって、カッパを忘れました。なんで雨が降ったら終了です。多分海ー、わーすげー、いやー、めちゃくちゃ寒いっすね。やべー、大荒れっす。海もこんなんすよ。めちゃめちゃ荒れてます。いやー、でも気持ちいいっすね。広いなー、マジで。やっぱこう日本海来たら海来たなって感じしますね。僕はこっち育ちなんで寒い、風強っ、やばい、めっちゃ風強い。まあっていう感じで海寄ってみただけです。あ、ちょっと電車来るみたいなんで、電車好きのそこのみんなのために電車でも撮っときたいと思います。多分あっちから来るんじゃないかなと。めっちゃなんかいい雰囲気じゃないですか、あそこのトンネルから来て。こう僕電車にはね、こう恵まれてるんで今まで、はい、間違いないですよ。こうあそこのトンネルから出てきて、カーブを曲がってこの僕の前をこう通過していくっていう感じですね。めっちゃ遅いな、マジで。風も強い。うわ、そっちだったか。俺、あっちから来ると思ったんですよ。 あっちから来やがったっすわ。やっぱ電車には恵まれてますね、だいぶ。全然違ったわ、ミスった。ってことで、先を急ぎます。よし、出発。どうやって渡るんだよ。
え、どういうこと、どうやって行きゃいいんや、道がねえや、道がない、道がどこ、ほんまに。見っけ、ここだ。レッツゴー。フラフラするわ、フラフラする。浜田から出て増田っていうところまで来たんですけど、ちょっとだいぶ寒いっすね。疲れました、普通に。なんで今日ちょっと山口県入ろうかなと思ってたんですけど、今日はまあこう馴染みのある増田っていうところで泊まろうかなとか思ってるんですけど、もうちょっと休憩して時間と相談して、走るなら走るだし、走らんのなら走るだし、走るし、休憩します。あ、12月なんですけど、こんだけ厚着すれば楽勝だなと思っとったんですよ。でもちょっと一発目のあったかいドリンクを乾杯していきたいと思います。一発目はおしるこっすね。寒すぎる、もう嫌になってきた。まだ島根県っすよ、今から山口行って広島帰らなきゃいけんのに無理。まだ開始初日なんですけど寒すぎる、本当に顔が痛い。おい、乾杯。あー、うまー。寒っ、それにしても寒い。全然おしるこが出てこんですね。なんかぬるいんですよ。まだ温まる最中だったみたい、こいつも。全然僕も温まりませんね。まあ、という感じなんですけど、まあね、もうやり始めたらもう帰るしかないんで、まあこれちょっと飲んで先を急ぎたいと思います。頑張ります。いやー、なかなか12月はきついですね。やっぱり体力の消耗も激しいし、しんどいっすわ普通に。12月なんでこの辺はもう5時で暗くなるんすよ。なんでもうちょっとしたら暗くなるんで、ちょっと近くで宿を探したいと思います。今が3時過ぎっすね。今から渡る橋の下流れとるのが高津川っていう川なんですけど、それの一番最上流あたりに、あたりで僕はちっちゃい頃育ったんですよ。もうちょっとしたら海が見えるんですよ。海が見えるんでお楽しみに。僕がもうちっちゃい頃から遊んどる餅石海岸っていう、まあ、海岸沿いに出るんですけど、まあ、海がバーって広がるんでちょっと見てくださいよ。まあ、そんな綺麗なもんじゃないと思うんですけど、まあ、僕は好きな海ですね。はい。さあ、もう少しですよ、もう少しで海ですよ。あとちょっと、あとちょっと。海すげえ荒れてる。ちょっと降りよう、遊んでみよう。まあ明日からは山になると思うんすよ。海ちょっと見納めじゃないですけど、日本海は見納めっす。見とってください。こんな感じっす。これが海っすよ。普通に波があって、瀬戸内海はね、なんかね、あんま波がないけ海っていう感じがせんすよね。まあ、海なんだけどね。まあということで、とりあえずちょっと宿の方に移動しようかなと。そんな感じで今日の今宿に着きました。ちょっとまだね、日があって走れやって思うかもしれんすけど、明日明後日のことを考えて、今日はねちょっと体力温存で早めの休憩にしたいと思います。で、宿に着いたんで、ここからねプライベートな時間を過ごしたいと思います。はい。やばいっす、やばいっす。ここのネットカフェなんですけど、今日泊まろうと思っとったとこはコロナの影響で1時で閉まると。
ってことなんで、もう一個ちょっと当てがあって、駅前にカプセルホテルがあるんですよ。ちょっと今からそっちに、駅前にカプセルが、多分この辺だと思うんすよね。どこかな。あの辺っぽいな。いつだなこれ。まさかのネカフェがダメだったんすよ。僕ね、まさか、いや、ここ飲み屋街なんですよ、マジで。マスダっていうところの。なんで、まあ、これは今日ね、昨日もしゅんちゃんと飲みに出たんですけど、今日も飲みに出ますね、きっと。まあ、そのね、感じも、ちょっと、カメラに収めれたらいいなと。まあ、知り合い何人かおるんで、ここの飲み屋街は。初めてだな、でも、あるのは知っとったけど。じゃあ、行ってきます。今日の宿はこんな感じですね。こんな感じです。こんな感じです。こんな感じなんですけど、まあ、知ってる街なんで、ちょっと外出てみたいと思います。まあ、この中以外はちょっと映せないんで、今からちょっと外出ます。はい、じゃあまた後で。はい。はい、じゃあ今外に出ました。ここ飲み屋街なんですよね、ほら。で、まあ、今からね、まあ、顔見知りの人がおるんで、まあ、そこが空いとれば、ちょっとそこで、1、2杯飲もうかなと思って、出てきました。今日ね、泊まっとるところはね、なかなかいいですね、施設的には。もうシャワーとかもめっちゃいい感じだし、お風呂も。だし、まあ、あの住むところも結構快適で、まあ、一つ難があるといえば、ちょっとタオルが臭くて、まあ、ちょっとコインランドリーで洗濯とかしたかったんですけど、あそこのコインランドリー使ったら、あまりにもなんか、自分の服も臭くなるんじゃないかなと思って、それはやめました。まあ、それがちょっと一つあれなぐらいで、あとはもう全然問題ないですね。今そのタオルで体拭いたんで、お風呂入って、結構体が臭いんですよね。どこだったっけな、ここ。違うな。まあ、ちょっと着いたらね、もう一回カメラ回したいと思います。ではまた。よし、ちょっとね、ネットで調べたんですけど、トラストで合ってると思うんですよね。トラストだと思うんですけど、読み方がわからなくて、お店の。まあ、聞いてみたいと思います。こんにちは、久しぶりっす。タグマです。おー、お疲れ。わかります？うん、こっち帰ってきたのか。はい、今一瞬帰ってきたんですよ。あ、そうなの。はい、カメラです。出た出たほんと YouTuber になってた。マスダの駅前に飲み屋街があって、石橋さんっていうんですけど、トラストっていうバーをやっとんすよ。なんで、よかったら来てみてください。よろしくお願いします。じゃあ、あとはね、僕ちょっとゆっくり楽しんでいきたいと思うんで、またじゃあ今、飲み終わって僕2杯しか飲んでないちょっとでもいい感じに酔っ払ったんですけど、トラストでいいんですよね。トラスト、トラストっていうお店でした。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、酔っ払ったっす、ちょっといや、だいぶお酒弱くなったな。ちょっとまだ11時にもなってないぐらいなんですけど、ちょっとすいません、酔っ払いました。おやすみなさい。はい、じゃあね、今宿に帰ってきたんですけど、たった2杯で酔っ払いましたね。はい、ということで今日はゆっくり寝たいと思います。今ね、何時、今11時なんですけど、明日はここを8時には起きて、まあ、9時10時には出発しようかなと思ってます。まあ、ゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。じゃあまた明日。はい、おはようございます。まあ、今起きて10時ぐらいなんですけど、今から同じ島根県の津和野っていうところがあるんですけど、そこに向かいたいなと思います。じゃあ頑張ります。よいしょ。とりあえずね、駅前のコンビニに向かいたいと思います。レッツゴー。よし、パン粉ショコラでオレンジジュースですね。今日はあったかすぎるな、マジで。
ジュースやばいな、染み渡るよ。朝ごはん食べましたわ。今から津和野に大きい神社があるんですよ。そこにちょっと行こうかなと思います。今後の運勢を占いに行きます。なんか今日は起きそうっすよ。事件がなんか起きそうっす。ちなみにカメラ持ってないところで昨日の夜事件が起きて、夜中の1時ぐらいにカプセルホテルなんでタバコを吸うのが外なんですよね。カードキーを忘れて外に出て、受付のおばちゃんがなんか外に出とったみたいで、その時間全然ピンポン押しても出てくれなくて、パーカー1枚で1時間ほっぽり出されるっていう珍事件がカメラがないところで起こりました昨日。本当はね撮りたかったんですよ。撮りたかったんですけど携帯もないし何もないっていう状態で、ほんま死ぬかと思いましたね、寒くて。よし行こう、よし行こう、出発。よいしょ、行きますよ。レッツゴー。うぅうぅうぅ、ゲージでそうなった。普通にだいぶ標高高いわ。ヘイ、どこ、ヘイ、ようこそ津和野。来ましたよ、津和野に。津和野来ました。どこだここ。あ、第一村人発見っすね。あれ、あの人に聞きましょう。あ、入ってったラーメン屋に。くそ、すげえすげえ。なんだここ、なんか雰囲気めっちゃいいな。すいません、ちょっと聞いてもいいですか。あの神社はどの辺にあるんですかね。はいはい、まっすぐ行くのところ左側の道がありますけど、はい、左に入って、はい、で、高校の前をちょっと通ったら、公衆電話がいい、はい、それを奥へ、はー、バイクで行けるんですか。はい、行かれます。あ、わかりました、ありがとうございます。はい、第5村人に教えてもらいました。はい、あ、あれじゃ、あれじゃ、右行け。高校の前を通っていくって言われたんですけど、どうやって行くんだろう。公衆電話を右、高校の前を通って、これ、これだな、これだな。あー、高校ありますね。高校の前を通り、公衆電話を右、公衆電話あった。ここだ。ここを右に曲がり。ついちまった。うわ、うわ、うわ。稲荷神社、お邪魔します。着いた、到着。すげえ、はーい、じゃあ着きました。ということで、うわ、すごっ、見てくださいよ、これすごいっすよ、ほらめちゃくちゃ綺麗じゃない。こんな感じ、やばいっすよね。じゃあちょっとね、上上がってみたいと思います。こっちは何なんだろうかな。車が入れるんか、すごっ。ここ本当は売店があるみたいですね。ここは休みだな。ちょっと上上がってみたいと思います。よいしょ。5段目にしてもうきついっすね、階段がなんかいっぱいあるっすね。あ、でも全部お休みかな。今日お休みなんかもしれんっすね。あそこに多分参拝するみたいなんですよ、あそこにね。なんでちょっとそこに参拝してからおみくじ引きたいと思います。ちなみに撮影はちゃんと許可取ってますんで、ご安心を。ちゃんと撮影許可もらってますんで、ね、じゃあちょっと僕も
参考にしたいと思います。何をおみくじにしましょうかね。白黒おみくじ、恋おみくじ。あ、白黒と恋でいきましょうか。何なんじゃろこれ。何なんか全然わかりませんね。この白黒おみくじは大吉か凶しかありません。引かれる場合は十分5両なんとかの上お引きくださいって書いてありますね。はい、じゃあこの白黒とあのやっぱ恋愛っすよね、両方引きたいと思います。ここにねお金入れて引きたいと思います。今からじゃあまず300円、こっちにも300円入れて1個300円みたいな。じゃあ恋愛のおみくじがこれですね。これとこれです。ちょっと緊張するなマジで。これの開封は、まあ、また後でやりたいと思います。やっぱりあのツワノといえば鳥がいっぱいあるところだと思うんですけど、こっからね下に降りた下りのところにあるみたいなんですよ。そこ行ってみたいと思います。おお、ここじゃ。下はこんな感じになってます。すごいっすよここ、鳥がいっぱいでやばいっすねこれ。おお、すごいな。いやーすごい。なんかこう緊張しますね。背筋がこう正されるというか、なんかシャキッとした気分になります。いやー頑張りたいですね本当に、これからいろんなこと。わーすごいなマジで。すごい鳥、何個あるんだろう。わ、まだあるわ、すげえ。下にまだある。よいしょ。本当はね多分普段はここも空いとるんですけどね、今日はお休みみたいですね。お、まだある。どこまで続くんかな。いやすごいなこれ、もう鳥がもうめり込んでますよこれ。いやまだありますね。どこまであるの。なんか下まで続いてる感じではあるんですけど、上がってこれるんかなっていうとこっすよね。ちゃんとなんかエレベーターとかあればいいんですけど、多分ないと思うんですよね。あるんかな。最近僕は足腰鍛えとるんで、まあ、全然楽勝かなとは思うんですけど。5段目にしてもうきついっすね階段が。これさすがになんかこうエレベーターみたいなのあるでしょ、エスカレーターとか。はい上がってきてくださいみたいな。から今降りてきました。これ大変っすよ上がるの。とんでもないことやってしまいましたね俺。また上がらにゃいけんやん、マジか。まさかよな。いやマジか。いやこれ相当っすよ上がるの、多分めちゃめちゃしんどいと思います。これしゅんちゃんとか直樹とかジンも連れてきたいっすね、このしんどさ味合わせてあげたいですね。きつい。いや大変ですねこれ、まだまだ上ありますからね。めちゃくちゃ長いっすよ。はい、よいしょ。はい、あもう一回、はい、上がります。はい、上にちょっと車が置いてある、車ってかバイクが置いてあるんで。はい、すいません頑張ります。何回上がるんやって言われてますよ本当に。もう一回上がります。はあ、鳥居のところですね。はあ、きつ、ちょっと足がもう棒みたいですね、曲がらんくなってきた。きつ、はあ、あとちょっとかな、あとちょっとっぽいですね。あそこの辺でゴールかな。この鳥居はマジですごいっすよ、あの一回は見るべきだなと思います。よっしゃゴールですね。
やっとゴール。しゃ、ゴールでーす。はあ、よいしょ。到着。ちょっと休みましょうか。はあ、きつ。マジできつい。じゃあ、まあ境内内なんでそんな大きい声は出せないんですけど、おみくじちょっと開けてみたいと思います。はい、じゃあまずは強か大吉しか入ってないみたいなんで、これから行きます。色やばい。やばいっすね。今日です。マジか。まあ、でもこっちのさっきの黒いおっぽ、黒いおっぽは黒をあなたを見守り守護するように祈願しておりますと、ということです。まあ、これはね、後であそこに結びたいと思います。じゃあもう一個恋愛のおみくじいきたいと思います。なんか可愛いの出てきた。何これ、もうめっちゃ可愛いの出てきたんだけど、何これ、超可愛い。なんかつけようかな。ああ、小吉らしいですね。傷つくことを恐れずに、分かっとるわ。傷つくことは慣れっこなんで、恐れてないっす。まあ、でもどっかで、なんか心のどっかで怖がっとる自分もおるんかもしれんですね。まあこのおみくじによると、まあちゃんと受け止めて怖がらずにいきたいと思います。今日のやつね、今日のやつで、恋愛の小吉、恋愛はね、あんまどうでもいい、完璧でしょということでね、完璧です。なんで、まあ今からちょっとお昼ご飯食べに行こうかなと思います。ということで、ここ太鼓谷稲荷神社でした。ありがとうございました。ということで、お昼ご飯に行きたいと思います。ではまた後で。とりあえず上着なしでいいっすね。全然、今からね、山口県に向かうんですけど、途中で昼ご飯を食べたいと思います。どっち行けばいいんだ。こっち、諏訪野のね、道の駅がどっかにあるんすよ。そこに行きたいんすよね、僕は。あ、あった、これだな、道の駅。はい、じゃあ今道の駅に着いたんすけど、まあ多分レストランとかあると思うんで、ここでね、昼ご飯は食べていきたいと思います。まあ、撮影 OK だったら映したいと思います。とこの和みの里名物稲荷セット、稲荷がもう終わったみたいなんで、このね、オムライスにしました。はい、今日はこのオムライスを食べて残り走りたいと思います。バリでかいんじゃけど、めっちゃなんかバリ美味しそう。でもめっちゃでっかい、めっちゃでっかいの来たわ。じゃあゆっくり食べていきたいと思います。いただきます。いや、今食べ終わって休憩してしたところなんですけど、まあ、今から山口県目指したいと思います。山口駅か、山口県にはねすぐ入るんで、今休憩して2時ですね。まあ、夕方までには山口駅着いて、ちょっといろいろその辺うろうろしたいなと思います。オムライスバカでかかったっすわ。ブリ多い、めっちゃ多かった。まあ、そんな感じで向かいたいと思います。はい、よし出発。よし、まただ、長いな、ロングドライブ。行きますよ、山口県。山口県じゃない、山口駅ね。もうちょっとしたらトンネルがあるんですけど、それ越えたら山口県ですね。このトンネル
ってるっすね。これ越えたら、じゃなかった、間違えた、これこれこれ越え、これ越えたら違った、違うわ、これじゃない、これこれこれ越えたら山口県です。ほら、書いてあるでしょ、山口県入りますよ。はい、山口県突入、頑張って山口駅目指します。まあこれ下ったらもうすぐ山口なんで、まあそこ着いたらまたカメラ入れたいと思います。この辺ですね、この辺なんですよ山口駅は、多分僕のあの覚えによるとね、この辺ですね。違うかな、多分ここ左だった気がする、ここを左かな、でまっすぐ行くんですよ、まっすぐ、違ったっけな、あーここここパチンコ屋があって、あれこの辺じゃなかったっけ、あった、ここじゃないか、ほら来た、おっと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 、山口駅、おいし、正解、はい到着、はい、じゃあ山口駅到着ですね。到着なんですけど、まあ、さほどなんかこう多分駅前とかなんもないんじゃないかなと思うんですよね。とりあえずあの島根でもやったし、とりあえず松江でね、県庁所在地でやっとるんで、はい、山口駅到着っす、山口到着ということで、はい、到着したんですけど、ここマジでなんもないっすね、見た感じ、見た感じなんもないんで、とりあえずなんかいろいろこうある場所、ご飯屋さんとかホテルとかネットカフェとかあるような場所に携帯で検索して、もう日が傾いてきてだいぶ陰っとるんで、ちょっと早めにね移動して見つけたいと思います。はい、移動、なんかダメっすね、僕の力じゃこの近くになんか面白い場所があるのは見つけれなかったんで、今日はね、こっから移動して防府っていうところがあるんですけど、山口県のそこに泊まりたいと思うんで、そこまでちょっと移動して、今日の宿もあれですね、ネットカフェですね、なんでそこのネットカフェまで移動して、その近くでね、なんかご飯屋さんとか探したいと思います。本当はね、旅館とか泊まりたかったんですよ、でも、ま、近くにね、湯の津温泉じゃなくて湯田温泉かあったんですけど、なんかちょっといい場所がなかったんで、防府っていうところまで移動して、明日はねちょっと行きたい場所が1個あって、まあそこ行けたらいいなって感じなんですけど、まあ無理せず休み休み休憩なるべく長くとって明日に備えます。じゃまた近くなったらカメラ入れたいと思います。いやー、抱負つきましたよ、抱負っすね、だいぶ日傾いたっすね、もう完全に山陰から山陽に来ましたね、キーナンバーなんでね、2段階右折なしです、もう楽勝、最高だわ。あった、ここや、ネットカフェ、僕ネットカフェ大好きなんですよね、ずっとおれるもんな、ネットカフェに絶対昨日のカプセルホテルよりいいっすよ、ここ間違いないもん、こんだけお世話になっとることがいつもいいっすもん、はい、ありがとうございます、最強なんよね、ここが結局マジで。ということでね、いつもの場所にたどり着きました、ちょっと早いっすけど、ちょっとここ入って今日の晩ご飯どこで食べるかなと探していきたいと思います。はい、ちょっととりあえず休憩します。今ネットカフェ入って9時ぐらいなんですけど、体調めっちゃ悪いんですよ実は。まあ山口入って美味しいもの食べようとか思っとったんですけど、もうちょっとマジ体調悪くて、でもね、まあ明日は紹介したい、まあ、なんかいいグルメとかあればなんかそれ食べに行こうかなとは思ってるんですけど、明日はもしなかったらちょっと紹介したいお店も1個あるんで、まあどっちか紹介できたらいいなと、ということで
休みたいと思います。